ローソンチケットを運営するローソン HMV エンタテイメントは27日、26日からチケットを発売したシンガーソングライター山下達夫、6人のコンサートで、販売可能な座席数を超えて受付したと公式サイトで謝罪した。対象公演は11月15、16日、ともに神奈川県民ホール、原因は、弊社の販売枠設定作業誤りで、当該販売事故は弊社運用ミスに起因する販売事故であり、主催者様には一切の責任はございません、とした。ご購入手続きをいただきましたお客様、並びに関係各位には、多大なるご迷惑をおかけしておりますこと深くお詫び申し上げます、と謝罪。なお、該当のお客様へは、個別にお電話にて本件に関するお詫びとご説明をさせていただきます、としている。